さて、三国志4を始めます。どうしよっかなとすごく悩んだんですけど、このシナリオをちょっと前回でも金銭でうまいこと言ったので、劉備でやろうかな。どうしましょうか。でも劉備だとクリアできそうな気がするんですよね。この家系で火を使って。なのでこのシナリオでちょっとやってみたいなと。孫権で人気がないけど、人気がないけど孫権？人気あんのかな？知らん。わかんないですけどね。上級で始めたいと思います。いやー、孫権。ね。裏切りの孫権ですからね。235年って結構時間過ぎてますね。はーい、諸葛金ってまだご存命だったんですね、この時期でも。ちょっと状況見てみましょうか。あはあ、諸葛金どうなの。61歳、ご高齢でござるな。陸遜は52歳、もういい年ですね。孫権も53歳、年ですね。はい、こちら。ああ、ここもまたあれですね。年齢がいってますね。孫と関白、61歳。もう孫東ってなんでしょうね。ちょっとあんまり能力的には大したことないということがよくわかります。さあ、あ、主観もいるんですね。愚本71歳、もう間もなくお亡くなりでしょう。これは女性がいますね。女性わからんけど、まあ、全部これっすわ。いやー、これいやーっすね。やっぱ人が少ないですね、全般的に。長所も生きてらっしゃるんですね。79で中性度低いと仲悪いのかな。じゃあ早速ですけど、まあこちら側ですね、こっちからこう攻めていきたいなと思っております。思うだけです。あと常用ですね。僕の大好きな常用をさっさと落としたいですね。加工系文兵がいるね、を攻めたいですね。そんな感じでしょうかね。じゃあとりあえずもう物資を集めましょう。もうね、襲われる心配がない金、兵糧、兵士、全部集める。移動します。ここはもう終わり、最後までゆっくりしといてくださいと。さっ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 さ、ここですね。はい、みんな移動して。はい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 と、移動しました。63、低いね。まあでも年はできないんか。これ前線ですからね。前線じゃないところは兵士の移動させましょう。あ、こことここ、ここが前線なんだよ。この3つは、あ、2つか。まあ
雇用がなくなりそうなんで、これで。1段目から攻められたらかなわんですけどね。龍拳もいい年でしょう。まあ住民反乱が起こられるとめんどくさいからですね。愚本もご高齢だったですよね。豪華に超音超級町が全く発展してないからですね。移動しましょう。はい、こちらはですね、金と兵糧を持って行かせます。はい、移動移動。で、はい、戦争します。1段目から殴り込み試合、聞くだけ聞こう、必要なし。うわー、全員能力がしょぼい。とりあえずもうこれやるしかないっしょ。歩兵能力がないときついな。よっしゃ、立てこもって、立てこもって。おっ、めっちゃ人が少ないんかな敵は。しゃ、でも結構多いじゃん。ちょっと情報だけ。はあ、まあまあ強いっすね。優秀ですよみんな。できればと捕まえたいっすね。敵もね、1万ですからね、数が。あ、そういえば落石の有無を確認しなかったですね。どうだったかな。まあいいでしょう。とりあえず殴り合いになることを予想して、まあ登れるでしょう。あー、いいな、いいな、やめてー。いやー、うわー、すごい食らってる。よいよ、数が一緒っていうことは数が多い方より。うわー、おー、殴り合っても同じダメージしか与えられないってこと？突撃は効率が悪いな。さっきね、試しで10、ああ、一旦に、まあ、5を与えたとして10日で50だからですね。まあ削り切りますね。すごい贅沢な使い方ですね。まあしょうがないですよね。逃げた。さあどうなる。まあなんとしてもと捕まえて兵糧と金をゲットしたいですけどね。
さあどうなる。31。うーん、29。どうだろうか。うーん、いけるんじゃないかな。いける、いけ、頼む、お願いします、やっつけてください。1足りねー、逃げられた、くそー、ショック、逃げられた、逃げられてもうた、残念。残念やな。パッと移動しましょう。パッと。兵糧持っていく。まあ。大丈夫でしょう。攻めてこないだろうと思って、あ、女性に攻めさせればよかったっすね。いやー、これちょっとな、前線が被るの良くないですもんね。どうかな。あ、結構人多いっすね。同盟なんかしないからですね、私は。やってもどうせ裏切られるんだし、みたいな。人信用してません宣言ですね。グホン。これは、ね。さっさと食の方をやっつけたいですね。あ、いないか。やっぱ歩兵の指揮能力がないとダメですね。見ると女性は優秀ですね。ソント。チシュンに移動させましょうか。移動と。訓練しておきましょうかね。いやー、5もこりゃ人材不足ですぞ。はっきり申し上げまして、ちょっと密定を、はあ、なるほど、能力のあるキャラが、どうしようかな。ちょっと孫権自ら、地かな。訓練しましょう。はい、終わります。いきなりは攻めてこないでしょう。なになに、肌に合うよ。
へえ。お、次も一番。さあ、訓練終了と。さあ、どうかな ?124。ああ、王朝は歩兵能力持ってる。いやいいな。ジョシュがいる。ジョシュは仲間にしたい。あんまり大したことないっちゃ大したことないですよね。とこっち一人。どうでしょうか。はあ、いっぱいいますね。ん？どうだここは。こっちは あんまり金持ってないですね。もう基準は金ですからね。金金と。こっち落としてこっち落とせば。逃げられないからいいんですけどね。100はめっちゃ多い。ちょっとやりづらいかな。200か。80ですからね。数は足りないですよね。まあそれでも勝負を挑みたいですよね。その前に情報を見て、歩兵能力誰か持ってないのかな。歩兵歩兵誰も持ってねえな。いやー持ってない持ってない。じゃあこの女性だけか持ってるのは歩兵を。この女性に全力を傾けるしかないってとこですね。はい、わかりました。じゃあもうやるしかないじゃないですか。金兵糧別にいっか。できます？兵士全部持ってかせましょう。はい、戦争仕掛けです。全員ね、もういないよりはマシみたいな。攻めまーす。金1000、兵糧10000。しゃあ撃破するかな。お、来た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 。さあ、おお、いっぱいいるいっぱいいる。雨降ってんの。ちょっとしかないからですね、こやつら。はあ、晴れないかな。わあ、やめて。それはないだろう。16だぜ、君。捕まえたぜ。来た、来た。この野郎。やるんじゃねえか、やること。1万5000でしょ。多分馬体がいっぱい持ってんだよね。あ、消えた。やめとけっつーの。失敗すな。
おろろろろろ、応援隊が来た。はいはい、いいよいいよ、買ってこいや。なんで風が家計が、こら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 、ちょっと良くないな。ちょっと下がろう。あ、雨が降ってきた、最低。頭のいいやつはいないと。勇者はね、まあ、頭はいいけどってことですね。はい、同士打ちとか決まらんかな。ダメか、もう。どうかな、わけわかんなこいつ。くそー、晴れろよ、いい加減。よし、晴れた。全部まとめて燃やしてやるけんの。きたー。ちょ、笑うしかないんだけど。こら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 、この野郎、ふざけんな。倒せねえし。まあそうだよね、ふざけろって。やっと火がついた。火がつかない。もう食べ上がって、ふざけるなこら。倒すぞ。しゃあ、火をつかまえた。3、2、あ、強いね。これは強い。気がつかない。もう。ガッテム。気がつかん。こら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 、3か。ほんと火がつかんね。ふざくんなって、マジで。風向きがやばい。普通に殴っとこう、とりあえず。
まだ雨が降ってきた。もう。32か。41か。まあ、食らいますね。突撃しちゃいましょう、こいつ。脅威、とっとと、退却してくれ。まだ上がってくる。いやいや、もう脅威捕まえたらラッキーやけど。よっしゃ、やった。ね、落石の系が怖いんでないと思うけど、来月にもつれ込んじゃった。まあしゃあないっすね。はあ、どうなることやら。とりあえず今回はこれで終わります。